皆さんこんにちは。今日は待望のオッドキャストの S32 という機種をご紹介いたします。で、今こちらステッパーゴンのスパーダに使っています最新のナビで、このような形で今表示させていただいてるんですけれども、これ見られない表示画面だと思います。で、これは、走行画面でも少しご紹介させていただいたんですけれども、こういった、パノラマビューのモニターがありますけれども、車速、車が走ってしまうと、この画面が見えなくなってしまうというのが、純正表示画面だったり、あとはテレビです。テレビなんかも当たり前なんですけれども、車速センサーが入ってしまって、走らせてしまうと見えなくなるというのがあります。止まってるときはもちろん見れるわけなんですけれども、車速が入ると見えなくなっちゃうという、問題というか、安全上そういった仕掛けになっています。で、こちらは Apple CarPlay もしくは Android Auto で使える、これは Podcast の S32 というこちらになるんですけれども、これになります。で、これは実は S32 ということで、今まで S31 というものを使ったんですけれども、基本的には同じものなんですけれども、何が違うようになったかと言いますと、このようにミニバンでも使えるように、リア席でも使えるマイクロ HDMI のコネクタが付くようになりました。これによってリア席、ステップワゴンですと、こちら、リア席ありますけれども、このように HDMI の端子、ステッパーゴンの場合ですと、オプションで HDMI の端子、コードを買って接続する必要があるわけなんですけれども、それを購入して付けることによって、こちら、前だけではなくて、後ろでも、モニタリングができるようになるという非常に画期的なものになります。で、こちらはです。こちら、まず、こちら、簡単な機能をちょっとご紹介しようと思うんですけれども、基本的にはこういった、Android Auto 上の画面で操作をします。で、YouTube だったり、Netflix であったり、あと Play Store っていうのがあるんですけども、自分の好きなアプリがありますんで、こういったアプリをダウンロードすることによって、自分の見たいものが、何でも見れてしまうという非常に優れものになっています。で、これ今、これは Wi-Fi でつなげています。テザリングをやってるので、このように、携帯で私の場合はこのようにテザリングをしています。で、ステッパーオンの場合ですと、車内 Wi-Fi とかもこういった形でありますので、これは契約しないといけないわけなんですけれども、オーナーカーであれば契約して車内 Wi-Fi とも使えますし、で、もしくは、こちら、これもかなり優れものなんですけれども、ここに SIM があるんですけども、これ SIM を入れることによって、もう特に Wi-Fi の環境、端末、Wi-Fi の環境がなかったとしても使えてしまうと、いうことになります。で、かつ、ここ、SD カードも使えるので、見たい動画等も、ここで SD カードにあらかじめ入れておけば見ることができると。言った、そういった代物になっています。で、またこのように戻りますと、こんな感じで、Android 端末、Android OS 上で、このように見ることができると、いうことになっています。で、今私は、このマップ、2画面で見ることができて、このように、ここをドラッグして、このように持っていって、で、こっち、例えば、自分の好きな YouTube 等を、見ることができると。で、今これ、Wi-Fi が繋がってない状態なんで、Wi-Fi を繋げるときは、ここ、入れてあげると。こんな感じで見ることが、できると。いうことになります。こんな感じです。こういった形で YouTube を見ながら、このような形で Google マップでマップを見ることもできるということもできますし、もちろん他のものももちろん見れたり
Facebook や Gmail 等も使えたりも当然しますんで、非常に使いやすいものになっています。カープレイもこのような状態で見れるんですけれども、ここを押していただいて、そうしますとこのような形でカープレイが見ることができます。通常の携帯ですと、この有線のライトニングのケーブルをつなげば見れるんですけど、こちらに関しては無線で使えるというまたメリットがありますので、非常に使いやすい、乗った瞬間すぐにつながるようになります。で、またこちらを押していただくと、先ほどのこの Android OS 上の端末の画面に戻るということになりますので、非常に使い勝手としていい。 Apple CarPlay、Android Auto も使えるし、 Android 9.0 端末でこういった YouTube、Netflix、さまざまなマップ、Google、インターネット、そういったものができるという、非常にこちらの方画期的な Podcast S32 という新しい商品になります。で、こちらはこの冒頭でも紹介した通りで HDMI、マイクロ HDMI 接続がすることによって、他にも鉱石モニターにもつなげることができますので、ステップワゴンの場合はオプションで HDMI の接続ケーブルを買えば後ろでも見ることができるようになるということになります。はい、ってことで今回はこちらの S32 というマイクロ HDMI 搭載のポッドキャスト、こちら新しくなりました新型ステップワゴンで搭載されているひだたずの 11.4 インチのナビゲーションでポッドキャストの機能についてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。